私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと暮らしている平凡な兼業主婦だよ。我が家は住宅街にある普通の一戸建てなんだけど、先日近所のアパートにとある一家が引っ越してきたんだ。と言っても旦那さんはすぐに出張に行っちゃって、今住んでいるのはママさんと小学生の娘さんだけなんだけど、このママさんがかなり癖ありの人なんだよね。水木さんって貧乏人だったんですね。お金もないのに一戸建て？無理しちゃって大変そう。貧乏なら貧乏らしく風呂なしアパートとかに住めば？は？若菜さん何？ちょっと失礼すぎるでしょ。だって結構いい家だと思ったし、車もファミリーカーだし、それなりに裕福かと思ったらあれ嘘だったんだね。毎日軽自動車に乗って出勤してるんでしょ？軽自動車に乗ったら何か悪いの？いやいや、普通軽自動車なんて乗らないでしょ。あのさ、若菜さんって外に出たことあるんだよね。道路見ればいっぱい軽自動車走ってるでしょ。率直に言って大丈夫？でも軽自動車ってお金に苦しい人が乗るものなんだよ。あれでしょ、水木さんのとこ住宅ローンで苦しいんでしょ。見え張っちゃって結局車は軽自動車か。あのファミリーカーもどうせ借り物なんでしょ。ファミリーカーを買う余裕があったら軽自動車なんて買わないし。あのさ、人はそれぞれ価値観が違うとは思うけど、マジで言ってるならそれ相当やばいと思うよ。ま、貧乏人には私の考えなんて理解できないか。知ってます？うちね、今注文住宅建ててるんですよ。だからこんな狭いアパートなんかに住んでるけど、水木さんのとこの10倍くらいの家建てるの。しかもね、車もベンツかフェラーリ買うんだ。今はいらないから一回処分したんだけどね。ベンツかフェラーリね。まあそういうことなんで、ちょっと住む世界が違ってごめんなさいね。水木さんも真面目に働けばいつか私みたいになれるかも。あ、でもまあ無理か。だってうちは夫婦揃って大企業勤めのエリートだし、水木さんのところじゃうちみたいにはなれないわね。いや、ここまで行くとすごいもんだね。あのさ、若菜さん今までどうやって生きてきたの？は？そうやって出会う人みんなにマウント取ってきたわけ？マウントって、ああごめんね、上からになっちゃったかな。ごめんね、下々の民と同じ目線にしてあげないとね。ダメだこりゃ。普通はいろいろ言われるとイライラするのかもしれないけど、ここまでぶっ飛んでるともはや面白いとしか思えないね。それに私、若菜さんの事情を知ってるんだもの。こいつ何言ってるんだとしか思えないよ。数日後。ねえ、また軽自動車乗ってたね。恥ずかしくないの？軽自動車なんて乗らない方がマシだから。若菜さん、また変なこと言ってんの？軽自動車にしか乗れない貧乏人のくせに一戸建てに住むとか。私ら年収3000万エリート夫婦とは住む世界が違うんだから諦めてね。いや、あんた借金まみれじゃん。え？本物のお金持ちにマウントされるなら性格悪いなーで終わりだけど、借金まみれでマウントしてくるとか、なんか逆に惨めだね。なんであんた知ってんのよ。はっ、いや違う、私と夫は超金持ちで、ただアパートに住んでるのはタワマンを買うために新しい物件を待ってるだけで。タワマン？今度はタワマンになったの？え？この間は注文住宅を建てるんだって言ってたでしょ。設定ブレすぎなんだけど。いや、でもあの、そのてか、なんで借金なんてそんなこと言うのよ。若菜さん、本当にだらしないんだね。え？アパートの共同ポストのところパンパンになってるよ。督促状とかなんかそういうのめっちゃはみ出てたけど。やだ、あんた勝手に見たの？てかうちのアパートまで来たの？最低。あのね、わざわざ若菜さんのポストを見に行くわけないでしょ。そこの大家さんに頼まれてね、回覧板に入ってるお知らせをコピーして共同ポスト横の掲示板に貼ってるんだよ。そうしたらポストから手紙やらが落っこちそうなんだもん。うちの大家ってまさかだけど。そう、若菜さんのお姑さんと私知り合いなんだよ。実は私1年以上前からずっと相談受けてたんだよね。
お嫁さんがとんでもない人間だってさ。ものすごい嘘つきで、金遣いも荒く、家事もしない。旦那さんは激務をこなしながら家事も子育ても頑張って、プライバシーの侵害よ。お嫁さんの愚痴くらい言いたくなるでしょう。こんなにひどいんだもの。それにお姑さんがいろいろ相談してきたのは、私と若菜さんが知り合うずっと前だからね。若菜さんたちが引っ越してきてからはそういう話一切ないよ。お姑さんはかなりできた人だよね。でも私のプライベートなことなのに。あんたさ、お姑さんの持ってるアパートに住まわせてもらってるのに、共同ポストも全然チェックしないし、ひどすぎるでしょ。しかもさ、一番入り口に近い部屋に住んでるよね。部屋からガンガン音楽聞こえてくるし。何よ、私は音楽も聞いちゃいけないの。ヘッドフォンなりイヤホンするだろ普通。アパートの入り口まで音が響くって相当だと思うよ。普通さ、お姑さんが貸してくれたアパートなら気を使うでしょ。うるさいうるさい、なんで私。てか借金まみれなのによくそこまで嘘つけたね。うるさいのよ。はあ、マジでズーズーしいよね。でも言っちゃ悪いけど、旦那さんも旦那さんだと思うよ。ここまでひどい嫁さんに好き勝手させてるんだから、自分が家事や育児をやればいいってものでもないでしょ。お子さんが一番かわいそうだよ。私はそんな話を若菜さんのお姑さんにしたんだ。そうそう、彼女はもともとそのアパートに住んでいたの。でも今は少し離れた町の高齢者向けマンションで暮らしているんだよ。私とは元ご近所さんって関係だから、すごく仲良くてよくお茶してたんだ。である日お嫁さんの相談をされるようになったってわけ。それから1年後、そのお嫁さんが近くに引っ越してきたってことだね。水木さんを巻き込んでしまって本当にごめんなさいね。まったくあの嫁はとんでもないことを。いや、自分自身が借金まみれなんでしょ。そうなの。なんか同じ部署に移動してきた女性が裕福そうで、対抗するためにいろいろ買ったらしくてね、一気に借金持ちになっちゃって、毎月の生活が厳しいってことで私のアパートに引っ越してきたのよ。なのに、なんであそこまで偉そうなんだろうね。不思議。虚言癖っていうのかしら。嘘ばっかりでよくわからないの。それにしてもお子さんがかわいそうだよ。悦子さんにとっても大切なお孫さんでしょ。以前から何度も息子と離婚の話はしてきたんだけどね。もし親権を取られてしまったら、若菜さん一人で子育てすることになる。そうなったらもっとかわいそうだって、離婚に踏み出せなかったみたいなの。まあ確かに親権は女性が強いよね。でもついに孫がママ嫌いって言うようになったの。え、そうなんだ。そう、新しいお友達がたくさんできて、お友達のママさんたちもいい人ばかりで、息子もママ嫌いの声でようやく離婚を決意してくれたんだわ。息子さんは今出張なんだっけ。そうなの。どうしても避けられない出張だったみたいで、1週間だけ離れることになったんだけど、もう帰ってくるんだわ。ごめんなさいね。水木さんに孫の様子を見てきてほしいなんてお願いして。いいんだよ。悦子さん今足腰悪くしちゃったんでしょ。回覧板のこともいろいろ頼んじゃって。今年の町内会長さん、コピー機の使い方よくわかんないんだって。こんなの手間のうちには入らないからいいんだよ。本当に迷惑かけるわね。その後、出張を終えた若菜さんの旦那さんが戻ってきて、離婚の話し合いが始まったよ。当然だけど若菜さんは大騒ぎして、泣いて騒いで大変だったんだ。で、私は旦那さんからお子さんをうちで預かり、夫にアパートの外で若菜さんの暴言を録音してもらったよ。もともと旦那さんが集めていた証拠もあったので、結局若菜さんは断念して離婚届にサインをしたんだ。話が揉めている間、お子さんはよくうちに来ていたんだけど、私の家事を手伝おうとしてくれたり、すごくいい子なんだよね。でもちょっと寂しいかな。それだけ頑張ってきたんだろうなと思うと辛くなるよ。3ヶ月後。悦子さんこんにちは。腰の調子どう？そろそろ一度掃除の手伝いに行こうか。まあまあ水木さん、ありがとうね。でもね、息子が仕事をセーブしてくれることになったのよ。昨日も孫と一緒に来てくれて、いろいろ手伝ってくれたの。へえ、よかったじゃん。基本的に家事は息子がこなしていたんだけど、
孫もずっと手伝っていたみたいね。何やっても上手なのよ。これからはたくさん遊べるといいね。本当に若菜さんは手を出したり強い言葉を使ったりはなかったけど、自分勝手で自分のことしかしなかったから、なんだか孫の方が母親みたいだわ。そういえば若菜さんはどうなったの？それがね、若菜と悦子のLINE。お母さん助けてください、お願いします。ねえ、またあのアパートに住ませてよ。部屋他にも空いてるとこあるでしょ。いい加減にしなさい。あなたのご両親からも聞きましたよ。あなた一度地元に戻ったんでしょ？だってうちの会社は地元からも通勤できるし。でもうちの両親は私を追い出したんです。ありえないでしょ、親なのに。親だから追い出したんでしょ。あなたもね、いい加減大人になりなさい。ちゃんと自立するのよ。私ちゃんと仕事してるし。でも家事なんて何もできなかったじゃないの。子供の方が家事ができるってどういうことなの。私困ってるんです。実家追い出されて今はネカフェから会社に通ってて、なんでか知らないけどアパートも借りられないし。そりゃあどんなにいい会社にお勤めでもね、あちこちで借金だの滞納だのしてたら、そんな人に誰も貸しませんよ。なんで助けてくれないの。同級生たちも助けてくれないし。人間というのはね、困った時にその人の生き方が出るんです。水木さんに送った LINE も見せてもらいましたけどね、あんな文章を送る人が人に好かれるわけはありません。いい加減に恥を知りなさい。そんな。その後、若菜さん本当にいい会社にお勤めではあったんだけど、結局ろくに働かなくなっちゃってさ、厳しい部署に飛ばされたんだ。そこでビシバシやられて自ら退職。でも次が見つからず、結局アパートも追い出されたって聞いたよ。住所がない状態だと仕事もなかなか見つからないし、大変だよね。まあ自業自得だけど。さて今日は近所のじいちゃんの家に行ってきたよ。というのも、少し前にうちのにゃにゃまると仲良しな地域猫ちゃんが怪我したことをきっかけに保護されたんだ。それから新しい家族を探していたんだけど、ついに決まったの。近所に名物みたいな怖いおじいちゃんがいてさ、その人もアパートの大家さんなんだよね。そのアパートで息子さん夫婦が中心になって育てていくってさ。いやー、よかったよかった、にゃにゃまるも安心だね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。